風はブーブー吹いてるね。東海地方の上空に寒気が流れ込んできた影響で、昨夜から今朝にかけて各地で冷え込みました。今朝の最低気温は名古屋では 7.1 度まで下がり、今シーズン一番の寒さになりました。ストールをちょっと奥から引っ張り出してきて、今年初めて着用しました。今日になってちょっと風も強いので寒いですね。起きてからがちょっと辛くて、今までこたつもつけてなかったんですけど、今日からこたつつけたっていう感じです。朝めっちゃ寒くて、初めて今年暖房入れました。また豊田市稲部ではマイナス 0.2 度と、愛知県で今シーズン初めて氷点下の冷え込みになりました。飛騨地方には雪雲が流れ込み、北部の山沿いを中心に雪が降りました。高山市乳川町の標高およそ1400メートル、国道158号の平湯トンネル周辺では、道路沿いの草木や橋の上にうっすらと雪が積もりました。今朝、辺りの山は雪化粧し、冬の装いを見せていました。